ご用心です。ありがとう。見えないことなくしたといて、ありがとう。嬉しい。ヘブさん、ご用心です。ありがとう。今日雨降ってますね。びっくり。でもなんか久しぶり、梅雨明けに久しぶりに見たなって感じ。大ちゃん、ありがとう。めっちゃ久しぶりじゃないですか、雨。ね、喉が痛いからちょっと痛いんですけど、え、めっちゃ久しぶり。雨は嫌いってね、ずっと言ってるんですけど、嫌いです。しんべえさん、ありがとう。埼玉、ほんと全国的になのかな。嫌ですね。しんべえさん、ありがとう。誰もありがとう。おつ雨だね。いや、大雨ではないか。何これ、結構土砂系、土砂降り系。雨やだ。ちょっとさん、ありがとう。雨嫌いだ。雨好き、本当に。金馬くん、ありがとう。ちょっとさん、ありがとう。わさぴょんさん、ありがとう。わさびさん、ありがとう。ここが今日はまとまんなくて悔しいです。でも昨日レッスン前に飲んだんですよ。そしたらめっちゃ体調悪くなっちゃって、私無理、余計痛いマジで。これ抗生物質入って、逆に菌を殺すやつ。いや、飲めないことはないんだけど、飲んでも効き目がないから、うん、マジで効き目なかったんよ昨日とか。でも飲めって言われたよ。効き目ないから結構買った、なんか飲む意味がないから飲まないみたいな。買った、硬い、うる。え、中身カバン出てない、一種類ない。ちょっと待って、あかん。ちょっと待って、待ってよ。どこだ。あ、苦い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 。あれがないだけ、あの痛み止め。うちの目3粒しか飲んでない。多分落ちてる1種類。でも飲まなきゃいけない3種類はあるよ。はい。ああ。タン切るやつ。飲めません。え、マジで飲めない、はい、まあ、やめて。
やめてじゃない、私運転しないもん。今のちっちゃいやつは一番ちっちゃいから飲めるんだけど、これなんかこれでかいのはちょっと飲めない。かといって粉も飲めないでしょ。え、薬さ1週間処方されて飲み切ってって言われたいの。まずフラブチノさんありがとう、ハルさんありがとう。薬飲むだけで騒ぐ人おる。でも今日は結構すんなり飲めました。いいです、ね、おかしいよ、飲むふりとかするよねたまに。25日のそんなことやったことない、ね、勘違いやもん。25日フェスリアル当選したよ、楽しみ、ありがとう。痛み止めとパン切りとおいしい薬、なんか粉薬でなんかいちご味あったんですけど、けど目はもう無理です。喉の炎症を抑える薬と痰をキレを良くする薬と、かまちゃんありがとう、かまりょうぼさんありがとう、かしやきさんありがとう、もうかぶせないでって、かしやきさんありがとう、やぽたさんありがとう、だいちゃんありがとう。自分治療力ありがとう、待ってます。粉薬は口の中に残って飲みにくい。粉薬は普通になんか味がキモくて無理です。でもママによくなんか粉あの錠剤が飲めなかった時は砕いてもらってたけど、逆に砕くともう無理。やっぱこれはなんか年齢を感じますね。今日血色なさすぎて無理。こんにちは、そっちに目とつれた。なんかそう、昨日ねレッスンが終わっレッスンの時に結構あの言ったんですよ、ムミが絶対一番に祝うからって。なのになんか昨日もう本当にレッスン疲れちゃって、そなんでか分かんないけど昨日結構ね、お仕事が10時ぐらいからあって、その後からレッスンでそう結構長かったからちょっと結構疲れちゃって、ね、結構疲れちゃってたんですけど、もしや疲れちゃったから、10時半に寝ちゃったんですよ。だからでさっきっていうかお昼ぐらいに起きたから、今日は遅かったから。って感じです。19歳ぐらいなのになんかミユとふざけて遊んでくれるし、うちのお姉と一緒、同い年、そうかも。うちのお姉さんも19歳になるよね今年。うん、あ、同じなんだ。あすさんありがとう。雨やだ、助手席、水玉、隠れミッキーもいます。それは仕方ない、そうなんです。マジで、もうマジで今日土下座します、ごめんって。昨日は眠くて、僕も暇だに早死ぬ前に寝ちまった。ね、寝ちゃったよね。ヨメさんありがとう、2005年生まれ。あ、じゃあお姉ちゃんと一緒だ。一緒だね。たかしさんありがとう。お兄ちゃん感あるの？え、ない。サチ？サチタンはない。ないって言い切っちゃったら怒られると思うんですけど、4つ目感ある？サキちゃん、サキちゃん、サチさん
のファンの方に怒られちゃうかもしれないですけど、お姉さん感はないです。ないっていうか、でもなんかそれは悪い意味じゃなくて、いつもなんか一緒にこうやってなんかやっぱメイが15歳とか、まあ年齢は関係ないんですけど、結構メンバー内で言ったら子供じゃん。だからやっぱふざけちゃうっていうかね、なんかそういう奇妙な行動をしちゃう時もあるけど、それに伴って一緒に奇妙な行動してくれることがあるから、奇妙な行動一緒にねやってくれるっていうところが、お姉ちゃんではなくあのすごくいい方だなっていう。え、敬語とか使うの？ミュウが名前が ただ単にサチさんって言ってるだけで普通に使わない。え、じゃあさ、カナウちゃんはお姉ちゃん感ある？カナウタンはないね。カナウタンのファンの方にねそう言ったらね怒られちゃうかもしれないんですけど、カナウタンは普通になんかもうツッコミ、いつも突っ込んで、例えば2人でふざけてたら、いい何してんねんみたいな、結構なんか突っ込んでくれるとこ、そこがお姉ちゃん感はないなっていう。お姉ちゃん感があるメンバーっておる？え、でもなんかママって思うのはめっちゃ、いちごちゃんと、あとひーちゃんです。え、ひーちゃん？ひーちゃんはめちゃくちゃなんか結構みんなから言われてるけど、お母さんって言われてます。ひーたんじゃなくてひーちゃんが？ひーちゃんです。ひーたんは？え、なんかひーちゃんよりはお母さんではない。あ、そうなんじゃ。結構ひーちゃんがめっちゃお母さん心配してくれるの？いろいろ。いや、なんかほら、ないなにするよ、ほら何してんのみたいな、なんか結構お母さんがあります。そう言ってもらった方がついていけるけ楽なんじゃないのよ。楽っていうか、あ、いいよね、やらなきゃ身が引き締まるんじゃない。誰か今日誕生日、今日はサチタンの誕生日です。雨降ってるんですけど、そう、リエちゃんもね大好きです。リエちゃんは本当にこんなになんか年が離れていてもなんか普通話し合わないじゃん、なんかなんだ話し合わないじゃんっていうか、会ってないかもしれないんだけど、しかもなんかあんまりなんかどこ行きたいとかもあんまり噛み合わない仲だけど、いつもなんか遊んでくれたり、そう、構ってくれるのがもう優しいです。リエちゃん大好き。たまに LINE してます。あ、そうなの、よかった。そう、本当に好きだから。コメダのかき氷、コネ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 、コメダのかき氷昨日食べたけど美味しかったです。レッスン前に食べました。え、ふわふわなの？え、でもなんかま、なんかみ結構ね、リアちゃんと食べたんだけど、リアちゃん結構ね、すごいですね。リアちゃんと一緒によくめっちゃいろんなかき氷今まで食べてきたんだけど、え、何がすごいの？なんかどか食い？何？いや、なんか早い食べるのが。え？なんかミーが結構近く過敏だからっていうのもあるんですけど、結構早かった。そう、リアちゃん近く過敏じゃないんですかねって感じで。え、でもなんか多分ミーのが多分不良品だって、昨日のかき氷が多分不良品って。え、これ言っちゃいけないんだけどね、言わないとこうかなと思ったんだけど、不良品かもしれない。え、どういうこと？なんかかかってなかったとか？いや、なんかブルーハワイを頼んだんですよ。ブルーハワイのアイスが乗ってるやつ、うん、けどなんかレモンの味して、でメニュー表に5個ぐらいあるの、かき氷のメニューが、うんうん、でレモン、なんか3種のなんちゃらなんちゃらで、抹茶、ブルーハワイ、いちごって感じで、でなんかめっちゃレモンの味して、めっちゃちょっとかき氷には厳しいから。え、医療的には？出会う時はめっちゃもうブルーハワイだったんだけど、え、草とんちゃん。え、ワンちゃん酸っぱかったよね。え、やば、レモンって感じだった。え、だけど中痛いんじゃない？違う、中痛くないよ。でもなんか結構いつも食べるってなったらイチゴかブルーハワイだから、そのブルーハワイの味がいつもと違って、やばいんちゃう？言えばよかったのに、お金出してるんじゃっけ。ちょっと完食はできませんでした。アルプスの牧場さん、タカさんありがとう、タカシさんありがとう。なんでそこで我慢するの？意味わからん。やっぱなんかリアちゃんに一口食べたの、リアちゃんがミエのやつを、うん、でもしたらなんか、いや、ブルーハワイだよって言うから、多分ミエの味覚がおかしいのかなと思ったけど、どんどん食べたらどん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 レモンの味してきて、
ックスパイの大丈夫ですかみたいな。ミヤも体調今良くないけあれかな。じゃそっか、万全でないからかな。せいさんありがとう。ゆいにゃんは、ゆいにゃんはね、ゆいにゃんは普通お姉ちゃんとかじゃなくて、なんか何でも知ってる人って感じ。なんか何でも持ってる人なんでしょ。ドラえもんみたいな人なんでしょ。え、なんかマジで高校生って感じ。なんか流行りに結構めっちゃついていける、ついていってるのがすごいし、流行りについていってるし、なんだろう、何でも知ってる本当に。え、普段もさあんなにずっとニコニコしてんの。え、してる。すごいね。笑ってる、めっちゃ優しい。え、なんかなんかさ、普通に考えたらさ、なんだろう、そんななんかさ、年下の子からさギューってされてもさ、何って感じじゃん、けど出したなみたいな、もうずっとなんかもうめっちゃ優しい。なんかステージだけであんなニコニコだと思って、普段もニコニコ。いや、もうずっとニコニコですよ。ええ子やん、めっちゃいい子です。そっち、アイスケーキ、アイスケーキ釣り地になるまで私あなたが言ってたおもろい。アイスケーキね、なんかあれだった、なんかこれ、なんかこのアイスケーキにしたんだよねっていうのを聞いて、え、美味しそうって、そう見てた、見てたっていうか、みゆも食べたいなって思った。レイチと連絡取ってる、取ってるよ。ヒータンは一応でも、あ、確かに。でも最近ヒータンとさあ、イッチめちゃめちゃ仲いいイメージする。ヒータン。でもハワイ、そう、厳しいんだよ。夜中料理、え、夜中料理食べてる。料理厳しい、厳しいよ。近くかびんだけど。色は完全に、え、そうだったんだけどね。カニシカさんありがとう。え、マジでね、まさに青い。もうって感じで。でもコロナじゃなかったし、味はわかるよね。わかりますね。今日ご飯の味ちゃんとしたよね。大丈夫した、美味しかった。てか、あんなさ、鼻の痛い思いをしてさそんなさ、それだったってさ、ちゃんと検査できてなかったとか言われたら怒るよ、さすがに。いやいや、いきなりなんか泣いたよね、あなた病院で本当に痛かった。なんか一応念のため、そうやって頭痛い、痛み止め飲んだ今。痛み止め飲んでない。どれは、ここにないかな、多分カバンの中落ちてる。ちょっと飲もう、頭痛い。カロナードが痛い。ヒオリアリにかけたら痛い、わかる。そう、コロナの検査でさ、鼻つつかれるじゃん、鼻水取るために、なんかめっちゃ泣いたよね。泣いた、痛かった。泣くふりかと思ったら、涙出てた。かき氷のシロップは色が違うだけで、味はみんな同じって知ってる。え、そう思うじゃん、全然違うよ。え、それデマだよ。でもなんだよ、それって実はなんか成分が入ってるらしいの。いちごの成分とかがちょっぴり入ってるから違うって言うけど、違わないの。違わないらしい。なんかそのシロップにもよるらしいけど、なんかほとんどは変わらないのかもしれないけど、みーがいつも食べてるやつは違います。ユイニャは上手ですいつも持ってるイメージ。わかる気するね。ミュウってもしかして食レポうまい。食レポじゃない、人絡み、何わかんない。タイさんありがとう。フィオリアシラブラブラシクチャチャー食レポ、え、そんなことない。なんか味の味があれならなったって。何でも詳しい、何でも知ってるって言うじゃんって感じ。え、分からんけど、なんか、なんかこれを食べた、例えばなんかガトーショコラのなんか豆腐のやつとかがあるんですよ。セブンのやつ。そう、それで、お前結構前に食べてて、あーこれ流行ってるやつだよねとか、なんか全部知ってる。シャチにプレゼントあげた、まだあげてない。すごいね、アンテナ張ってるんじゃね、いろいろ、いろんな。カスミはどんな存在？カスミはなんかマジでムードメーカーって感じ。3期のムードメーカーで、いつもお話面白いし、
なんかちょっと結構メンバーの中では年齢が近い方だから話が合わせてくれた、合うっていうか、入気防止私も行ってみたいな。あれって期間限定なの？わかんない、連れてってよ。でもわかんないんだよね場所。行ったことないの？あるけど、なんかいつもさついていくだけだからさ。ちょっとどこいたよ。何回くらい行った？ 2,3 回。メダルシャープは自家製だから違う。あ、自家製だからなのかな。なんか美味しくないか。美味しかったけど、なんかレモンならレモンでレモンって言ってほしいなって味でした。ドラクロさんありがとう。もう15分経った。でもアロプチューなんてもう大人じゃん。そうです、大人です。雪帽子みたいにフルーツとかが乗ってるのは味違うけどね。そうなんだ。そうだよね。3期生誰が一番面白いと思う？わかんない。かなうちゃんかひいちゃんじゃない？イメージ的に。違う？なんかイメージとかじゃなくて、なんだろう、イメージ語彙力とか話がなんだろう、結構ワンワン出てくるのが、うん、なんかひいちゃんとかひいたんとか。でもイッチ MC すごく上手くてずるいとか。スタイルいいしね。細い。髪の毛伸ばしたらすごいなんか女っぽくなったよね。女の子だからもと思って。あ、そうだけど、なんかボイッシュってイメージが強かったけん、なんかいいなと思って。めっちゃ可愛い、マジで可愛い、ね、最近すごい可愛い。エムさんありがとう。アナピありがとう。それじゃあユーナはね、なんかでもなんかイメージよりめっちゃ声いっぱい話す人だなと思った。おっとり系かと思ってた。13位カイタさん、12位クマネパパさん、11位カシヤギさん、12位セイさん、9位キタさん、8位シンベイさん、7位フラプチーノさん、6位ペヨセンジさん、5位ニッさん、4位激うまくん、3位シャントさん、2位スバル、1位はマサピナさんでした。配信に来てくれてありがとう。それじゃあまた明日の配信で会いましょう。バイバーイ、ピース、バイバーイ、バイバーイ。